ありがとうございました。で、店長、何かありましたなんていうか目死んでますけど。そんな覇気のない顔でレジ立たれたら、うちの持ち目も下がるってやつです。いや、そんなクソでかため息つかんでも。もしかして、クリスマスに色気のないしけたつらの女とシフトとか最悪とか思ってます失礼だな、おい。 まあそれは冗談ですけど、でも店長デリカシーないんで、思っててもおかしくないかなって。うわ、何涙目じゃないですかまさか飲んでりは禁句でしたへえ、なんかすいません。そういえば店長、今日シフト入ってましたっけ最近いい感じの相手とデートするみたいなこと言ってませんでした。え、うっそ、これも禁句うわ。 もしかしてうちさっきから店長の地雷をピンポイントで踏み抜いてますあクリティカルヒットですか音ゲーならフルコンボできそうっすねああいやからかってないっすうん大体のことは察しましたご愁傷様ですま飲んでるを理由に振られたからってそんな落ち込まないでくださいよ言うて店長本当にその人のこと好きだったんですか なんかクリスマス前に慌てて作った気になる人みたいな感じかと思ってました <laughs> その顔あながち間違いじゃないっぽいっすねあれうち傷口えぐっちゃってますえぐった上にグリグリしてるマジっすかすみませんそんな恨めしそうな顔しないでくださいよ うち苦手なんすよね人に気遣うとか言葉をオブラートに包むとか会話って相手が望むような話の流れを予想したり求める答えを用意しないといけなかったりそういうのあるじゃないですかそれがめんどくさくてつい適当な対応しちゃってその場の空気を凍りつかせたりとかもよくありますしまあその結果会話が続かない女だと言われて今に至りますみたいな でも店長って会話が続かなくても全然気にしないじゃないですかそういうのめっちゃ楽なんで店長と話すの結構楽しいっすえ店長もうちと話すの好きなんすかへえふんいや別にてか会話クラッシャーのうちと飲んデリの店長とか案外相性がいいと思いません 今日店長と二人シフトなの知ってラッキーって感じだったんですよね一緒にいて苦じゃない人ってうちの中じゃレアキャラなんでうっ<あ>ってことは店長今日この後暇なんすかいやこれは煽りとかじゃなくてうち今日のバイト終わったら売れ残ったチキンとか買って食べようと思ってたんですけど店長も一緒にどうですそうクリパー的な 会場はまあ、一日になりますけど。OK ですかよっしゃ。はうち嬉しそうな顔してますあそりゃあ嬉しいっすよ。な、どうしてとか普通聞くかな。自分で考えてみたらどうですかまったく、そういうとこが飲んでるって言われるんだと思いますけど。とりあえず。 うちが嬉しいのは今日の食費が浮いたからってことにしときますクリパが終わる頃にはうちが喜んでる本当の理由を当ててみてくださいうち結構ヒント出したと思うんで <laughs> <laughs> 正解期待してまーす